ゲートへと収まりまりすゲートイン完了スタートしましたまずは注目の先行ポジション取り3番、矢切ハヤ4番、ベアバッキューン並んでいって4番のベアバッキューンが先手を取っていきそうですこれを追って5番のファイアトーチが2番手につけて外から6番、ルナ・フォルトゥーナ今3番手内側に3番、矢切ハヤ並んでいく7番、宮城エンペラー内を通る2番、ゴールドモーニング続いて1コーナーカーブ 8番プレミアムハンド、後ろから2投目。和軍から1投大きく遅れて、1番レッドサラマンダーはシンガリを追走。前は1、2コーナー中間、残り1000を通過。先手4番ベアバッキューン。リードは3馬身ほど。2番手2、5番のファイアトーチ。2コーナーから向こう上面。2馬身差6番ルナフォルトゥーナ。内を通る3番ヤギリケハヤ。ここに迫ってくる7番宮城エンペラー。その後ろ2番ゴールドモーニング。あとは8番プレミアムハンド、後ろから2投目。シンガリは離れて1番レッドサラマンダー。 バックストレッチ半ば、先頭4番のベアバッキューン。差を詰めて5番ファイアトーチ2番手。その差は1馬身半2馬身ですが、また差が開いていく。4番のベアバッキューン先頭、リードが2馬身から3馬身。2番手5番のファイアトーチに迫ってくる7番宮城エンペラー。3コーナーカーブ。その後ろから2番のゴールドモーニグ400の標識を通過。3、4コーナー中間から4コーナー。先頭4番ベアバッキューン。リードが3馬身、4馬身広がって、4コーナーカーブから直線。 2番手以降ですが、外から2番ゴールドモーニング、内を救う形、3番八木力早、間を通る7番宮城エンペラー、3頭広がっているが、先頭、完全に4番ベアバッキューン、2番手、外から2番のゴールドモーニング、3番手、7番宮城エンペラー、後方から8番、プレミア・マーノ先頭、完全に4番、ベアバッキューンだ、ベアバッキューン圧勝で合輪4番のベゴーキューン。全く全く 全く後続を寄せつけず圧勝3連勝で重賞制覇4番のベアバッキュー町田直樹騎手完勝でした